今車で走っているのはブルバードペリフェリックといって、パリの外側を環状に取り囲む高速道路になります。利用する料金は無料で、1周の長さが35キロ、1日の利用者は130万人になるそうです。僕の印象なんですけど、フランス人は運転が結構荒いので事故現場をよく見かけたりします。車線変更や、あと曲がる際に直前にウインカーを出したり、ひどい時は出さなかったり、あとはすごいスピードで抜き去っていったりと、フランス人の運転は荒いので、もしパリに来て運転する際は十分気をつけて運転してください。フランスに長いこと住んで思ったことなんですが、パリジャンの気質は少し自分中心でせっかちなところがあるため、車の運転でも同じようなことが言えるような気がします。昔知り合いが言っていたんですが、車の運転をする際はパリジャンのように自分優先で運転をすると危なくないのだとか、なんか理にかなってるような気がします。ようやく最近はレストランなんかもテラス席限定ではあるんですけど、営業再開の許可が出て、ようやく営業が開始されるようになりました。パリでは自転車は基本的には車と同じく車道を走ったり、自転車専用の道路を走るようになっていますが、見ていると危ない気もします。少し前にあった年金制度開拓に反対するストライキでは事故率が 40% も上がったそうです。ここはパリの4区、11区、12区にまたがるバスティーユ広場になります。その昔もともと牢獄があった場所で、フランス革命の引き金になったバスティーユ襲撃事件の舞台になった場所です。バスティーユ広場に隣接する公園では、毎週木曜日と日曜日に朝から昼過ぎまで大規模なマルシェが開催されています。バスティーユの地区はたくさんのカフェやレストラン、オフィスなどがあり、いつもたくさんの人々で賑わっている地区です。ヨーロッパでは夏頃になると日が伸びる上に、4月から10月までの間サマータイムといって、1時間時間を戻すために夜の9時ぐらいでも全然明るく過ごすことができます。夜見るセーヌ川沿いの景色は僕の好きなパリの景色の一つです。